ショーの始まりね。しっかり見張る人たちようね。簡単敵の視野に入らない。そこにいよう。上様の刀を使うとしよう、うん、任務のために死んでもらう。失敗はせぬ。もしできなければヤブ様がお前の首を取る。上様のための刃者、見覚えがある。確かにここが武器武装の根源に違いない。門は守りが固いけど、他に道はあるはず。酒かよ。何かないか探しましょう。忍耐だ。任務の大と小拙者が最も命を奪える技だ。おとりだ。いい酒だ。拙者、おとりは設置した。一杯どうだ、友よ。一撃、うん、すみません。隠れていよう。最も誘惑明けね。刀を使うとしよう。慎重に進もう。最後はあっけなかった。気づかれないままね。潜入してきます。私がいない間、おとなしく待っていてくださるかしら。そなたの美しき後ろ姿に心とらわれ、動くこともままならぬでしょう。一滴の血、けどもしろよ。秘密の道が開くなんて、出るときは気をつけておきましょう。すみません。ごめんなさい。密かにお手伝いできますか。終わらせてみせるわ。優雅な解決法ね。特別な粉よ。しっかり見張る人たちようね。単なるヘアピンね。計画実行中。気づかれないままね。この女を思う人がいるようね。その服、私にちょうど良さそうね。密かに。最も優雅な小道具ね。しっかり見張る人たちようね。始まりね。最も優雅な小道具ね。もう少し簡単に隠れられるわ。優雅なし。もっと良い道があるに違いない。向かっている。失敗はせぬ。上様のための刃が、刀を使うとしよう。今、うん、ファンザシよ。任務のために死んでもらう。昔こういうのも着替えてしまえば、見張りは私に気づかない。袴なんて久しぶりだわ。鐘を鳴らしに行かないと。僧が祈りに行ってしまえば、無限様が来られる。優雅な解決法ね。場所、武器、なんて物騒な場所なの。
見張りの数が僧や巡礼者より多いわ。ここに神の加護なんてないわね。抜け穴ね。これは寺の別の場所へとつながるのかしら。面白そうね。敵の視野に入らないように。幕開けね。簡単に隠れられるわ。終わらせてみせる。金だわ。いつもと違う時間なのに気づかなければいいけれど。単なるヘアピンね。ヤブ様は結果をお求めになられる。移動中よ。道は開いたわ。入り口に戻って無限様が入るお手伝いをしましょう。慎重に進もう。敵の視野に入らないように。寺に入ったぞ。状況はいかがです、愛子殿。いろいろ隠されたものがあるわ。酒一杯ってのも過去にいろいろありそうね。記録がないか探してみましょう。無限様らしい方。けれど今は先にすべきことがあるわ。忍耐だ。上様のための刃だ。私ごめんね。なんだい。質問があるの。そこに。そういえば、何でしょう。物音を立てずに行こう。向かっている。もう一つ質問いいかしら。ありがとう。さよなら。じゃあな。移動中よ。墓地ね。お寺の前の住所なら。こういう場所って落ち着くわね。これには誰も抵抗できまい。恥ずかしいんだけど。一撃、上様。慎重に進もう。刀を使う岩は役に立ちそうだ。警戒心の弱い敵に投げつけることもできましょう。興味深い戦略ですか。ぜひとも詳しくお聞きしたいわ。上様のために。表現力ごめんなさい。手短になる。質問いいかしら。何が。なんて優しいね。やっと言ってくれた。隼人殿にも劣らぬ腕前だ。仲間の忍びのこと、お知り合いになれるのが楽しみだ。ひょっとしたら彼と互いの技を伝授し合えるやもしれるな。伊賀の忍び、信濃のくの一、いいやり取りができそうな。終わらせてみせる。引退だ。会話術ってやつよねえあなた。ん？こんなこと聞くのも恥ずかしいんだけど。失敗はせぬ。知らなかったわ。滝だ。タクマ殿が近くにいるはずだ。大阪城での勝利は彼なくして不可能だったとおっしゃってましたわね。その通りである。彼の方に礼を言える機会が訪れるとは。助け出したら二人でお礼をしましょう。サムラならこの変装も通用しないわね。距離を取るわ。優雅だし簡単に隠れられるわ。一滴の血。そこによ。上様のための矢。最後はあっけなかったな。任務のためだ。
優雅な解決法ね。あるのか。はあ、いい質問。向かっている。酒だ。隠れていよう。バカに酒だ。どうしてこれは足りないな。たっか。酒だ。一杯どうだ、友よ。まだだ。隠れていよう。滝だ。タクマ殿が近くにいるはずだ。大阪城での勝利は彼にとして不可能だったとおっしゃってましたわね。その通りである。かの方に礼を言える機会が訪れるとは。助け出したら二人でお礼をしましょう。寒いならこの変装も通用しないわね。距離を取る。単なるヘアピンね。優雅なファンザシュー。上様のための刃だ。気づかれないまま。特別な粉よ。最も優雅な小道具ね。失敗はせぬ。持ち絵よりかかるのか。向かっている。いい質問だ。引退だ。おとりだ。拙者のとっくり。いい酒だ。バカにしているのか。大将。どうしてそう思う。一杯どうだ。何人たりとも生かしておけん。任務のためだ。慎重に進もう。ショーの始まりね。ファン、お主の邪言に従うとしよう。簡単に隠れられる。物音を立てずに動こう。できることをやっとるんだがな。一撃。骨のある敵だった。ここに来るまでに鶴の像を見とらんか。見つけましたわ。秘密の通路が開くようですわ。やはりそうだったか。そのうちのどれかが山につながっておるはずじゃ。地図に印をつけておこう。遅いの。タクマ殿、その足のことは残念です。まあそう言ってくれるな。あの日死を免れたんじゃ。幸運が微笑んだ後のことにとやかく言わぬのが賢者である。それにしても見事な細工の義足ですわ。ご自分で作られたのですか。いかにも。よく働いてくれておる。時々調整はしておるがの。そこにいよう。景色でも楽しまんかい。ああ我慢じゃ。拙者では力が及ばない。おお、も